旅行記はイブンバットータによる書物。通称リフラと呼ばれる。日本では大旅行記、三大陸周遊記、都市の不思議と旅の脅威を見る者への贈り物などの故障もある。14世紀の世界を知る上で資料的価値があると評価されている。約30年をかけて旅を行ったイブンバットータが当時のマリーン朝の君主の命令を受けて、 イブン・ジュザイのもとで講述を行い、1355年に完成した。マグリブ人としての視点から様々な事物について語っており、19世紀にヨーロッパにも紹介された後に各国語に翻訳されて広く読まれている。イブン・バットゥータは21歳の時にメッカ巡礼に出発した。当初は巡礼と学級が目的だったが、旅先でのスーフィーとの出会いなどが、 きっかけとなり、メッカへ到着した後も旅行を続ける。故郷を出発した時はカズトだったが、途中で巡礼団と一緒になったり、政府の施設として旅行するなど、彼の旅の形態は多様である。エジプトからシリアのダマスカスを経て、メッカに滞在した後は、イラク、イラン、アラビア半島、コンスタンティノープル、キプチャクハン国、トゥグルク町のデリー、マルディブ、スマトラ、 先週、大都、ファース、グラナダ、サハラ砂漠などを訪れている。ただし、中国をはじめいくつかの土地に関しては、実際には、訪れていないという交渉もある。イブンバットゥータの旅程イブンバットゥータは、以下のような事物について語っている。特にイスラームの教育地帯を広く返礼した。当時のファースの人々は、イブンバットゥータの話を嘘だとみなしたため、 旅行記の内容は引用されることが少なかった。また、イスラームに反する事物の記述があるため、一種の禁書とみなされていた。17世紀のオスマン帝国において、バイルーニーが書本を編纂すると、広く読まれるようになった。18世紀から19世紀にかけて、ヨーロッパの学者たちにも存在が知られ、マルコ・ポーロとの比較などで評価され、アラビア語の要約本が翻訳されるようになる。 フランス語による漢本の肯定本と畜語訳が行われ、これをもとに各国語で翻訳が行われた。日本では前島信次が最初に紹介し、小訳を発表した。14世紀の巡礼や交易のルート、イスラームの影響などについての資料的価値は高く評価されている。 特にインドのトゥグルク朝には1334の42年の8年間役人として滞在し、同時代資料として有用とされる。一方、記述の信憑性をめぐっては疑問点や矛盾も指摘されている。旅程の順序や日程に混乱が見られ、イブンジュバイルをはじめとする他人の著作からの引用もある。また、特にブルガールや中国についての記述は伝聞の 可能性が高いとされる。以下の著作は、それぞれ題名が異なるが、いずれも、初都市の新規さと旅の脅威に関する、観察者たちへの贈り物の翻訳である。平凡社版は、訳文と、ほぼ同量の役中、及び数十ページの解説が付けられており、研究所を兼ねている。ありがとうございます。